お稲荷様もなぜなぜしてきたんで、運気は多分高いはずですよ。というわけで三国志行こうか。あ、猿行きだった、間違えた。猿行き、え、わかんない、とりあえず腹減ったな。はいはい、今日はもうゲーセンはラウワンで済ませます。いいですか。お腹が空いた。明日どこ行きたいの。欲しいね、うん、どこだったらいいの。どこでも奥多摩土曜日だよ、あれ行くのは。奥多摩は失敗したよ、もう超疲れたよ。超疲れちゃったな、うん、多分ね、あれどっちかだったんだよ。あそこにちょっとじゃあ住むぞ、休もうっつって道の駅行ったのが間違いない。あー、あれね、ちょっと遠かったしな。思ったより遠かった。まあ遠いのはいいんだけど疲れた、余計に。はいよ、はーい。バス停があるからしょうがない。あー、うまい。やべえ、このココナッチが楽しみ。よいしょ。ちょっと埼玉にちょっと心したり。タイヤ変えない方がいいかな、まだ。まあ、雪降る可能性もあって行く場所によるだろう。うん。もうちょっと行かないんだったら変化もしないけど。じゃあ取っとくか。明日はじゃあね、どうしようかな。まあね、まだ早いしな、薄い峠もまだ治ってねえしな。よいしょ。腹減ったな。すぐさに終わるからちょっとだけ声優行っていい。帰りでよくね。やってないじゃん。はい、やってるよ。帰りやってないじゃん。あ、上の方、うん、あーなんだ、早く行ってくれるの。じゃあ行こう。うん、もう見たい。俺でさ、ネックウォーマーが安く売ってないかなって言いたいだけ。はいはい。あ、じゃあ2回行くか。うん、さ、3人、うん、ちゃんとさ、買おう。ちょっと登山用だと使いづらいの、普通に使うときは。うん、だから、うちの時に今日も寒くなるんだけど、お腹空いた。インサーめっちゃ丁寧に包んでくれた。重い、それじゃあさすがにちょっとリュックの中に入れればよかったな、これ、うん、重っ。2リットルある、4リットルあるから。2つくらいの上だ。うん、何でもいいけど、腹減ったな。あ、誰かぶつけたんだな、うん、超斜めってる。